はい、皆さん見てください。こうやって火から下ろしてこうやって余熱でほらトリュフを削ってもらうと、もうミシュランの三つ星間違いないです。はい、今日はあのスクランブルエッグウフブリエアラトリュフね、ウフブリブリエっていうのはこう煮立つとかブツブツとかって意味で、ですから卵のウフブリエスクランブルエッグのことです。あらトリュフ味ね、今までスクランブルエッグ数々やりました。63番150番、331番、まあ、いろんな、スクランブルエッグやりましたですけど、今日は、トロトロの、スクランブルエッグをご覧に入れたいと思います。はい、材料です。卵3個牛乳ね、あと塩コショウ、仕上げのバター。今日はこのトースト、はい、今日は全粒粉ブレッドね、もうこれカリカリ焼いております。そして、ちょっと最後ね、いつも使うトリュフ塩もうで、食べます。これシンプルです。で、皆さんね、これレストランではこういうふうにして、お米にこうやってボッカルにこの卵ねとかトリュフで、なぜかお米の中に入れると、カビが増殖しないっていう、でこのトリュフの香りがご飯について、これでリゾットにしたりとか、卵を入れて、ね、トリュフの香りをつけてオムレツにするとかっていうふうに、こうやってレストランで保存しておきます。はい、それではまずからは気をつけてください。牛乳、そして塩コショウ、あとでトリュフ塩をしますので軽めの塩コショウです。はい、それではもうフランス人はみんなフォークでこうやって、日本の方はねお箸でやりますけど、フランスの方はお箸がないのでフォークで、もうこの程度です、雑に。はい、そうしましたらこちらで火を入れます。はい、それでは皆さん、はい、トロットロですよ。まずですね、テフロン鍋にいいですか、皆さん最初に卵を入れちゃいますね。そしてゴムベラを持って、弱火で10分弱、かなり弱火です。これで10分弱トロトロにします。はい、皆さん見てくださいね、ゆっくりと、これ混ぜてると空気も入りますし、こうふわーっと、はい、皆さん見てください、これいいですか、ほらこう固まってきますよね。この状況になったら火から外してあげてください。火は弱火です。火から下ろしてこうやって余熱で、ほらこうやって余熱でこうやって火を入れるんです。そうするとトロットロのこのフライパンのこの何て言うんですか、温度だけで十分、はい、トロットロに
はい、これで今3分ぐらいです。ね、これで余熱でこう固まる。これでもう6割か7割ぐらいで出来上がってます。こういうね、外して余熱で、ね、余熱でこのフライパンのこのぬくみでトロトロにするっていうのが、これまあ時間があるときに限るんですけどね。はい、トロトロになってきました。はい、ここまで来たら、最後にバターを入れてとろみをつけます。我々ね、何でも火を通すときにこの余熱をどう計算できるかっていうね、石9段までいきませんけど、この読みですよね。ほらトロトロですね、余熱で。はい、火を消します。火を消してちょうど5分ですね。見てください。はい、このねフライパンのこの余熱で火を通すというのを覚えてください。それでは、はい、皆さん見てください。トロトロでございます。はい、この上に軽くトリュフ塩。はい、これで出来上がりです。トロトロの、スクランブルエッグが出来上がりました。ウフブリエアラトリュフ、トリュフ塩ね。皆さんの結構これトロトロ難しいんですけど、まず火をつけないで、卵を入れる。そして、ゆっくり弱火で混ぜて、あとは火から外して、余熱でね。余熱でって言ってもフライパンがある程度、ぬくくないと、火が入りませんので、その辺も計算して余熱でじっくり、まあ今日はあれ5分ぐらいでしたかね、こういうトロトロになりましたので、ぜひチャレンジしてみてください、ね、見てください、このトロットのこの感じ。うん、素晴らしいです。トーストをカリッと焼いてね、よいしょ。はい、スプーンでもうね、卵料理はもうフランス人大好きですから、トリュフの塩もバッチリ、もう王道ですからね。今日、合わせる飲み物はフランスシャンパーニュ手法出ました。ドラピエブルトナティアね、これはかのシャルル・ド・ゴールがこよなく愛したという、シャンパンでございます。ドラピエ・ブリュット・ナティーピノ・ノワールでございますね。ちょっと色がついてますけど、うん、リンゴの爽やかな、味とちょっとこのパンをねトーストしたちょっとその樽熟成っていうんですかね、の香りもします。さすがシャルル・ド・ゴールが愛した、シャンパンでございますね。こういうとスクランブルエッグは、朝食にね、
彼女に作ってもらったら、これね、あのトリュフを削ってもらうと、もうミシュランの三つ星間違いないです。なかなか意外とこのとろーりとね、このとろーりっていうのがどうしてもあのぶつぶつってなりますから、ダブルクーです。どうぞこのテクニックを、真似してみてください。グーです。